爆上げ戦隊ブンブンジャー石郎ジョー現場のスペシャルザダンライブンブルーメーター石郎役の葉山優希です。よろしくお願いいたします。ブンブラックアクセジョー役の斉藤龍です。よろしくお願いします。ブンオレンジブレーキ現場役の相馬悟です。よろしくお願いします。2001年生まれの10月27日です。大須賀です。好きな食べ物はパスタと嫌いな食べ物が牛乳です。牛乳飲み物やけど。チャームポイントはこの右側にあるエクボです。よろしくお願いします。趣味サウナです。週2で行ってます。え、ほんまですか？あそれなんだ。びっくりした。薄かったリアクション。かっこいい決め顔。どんどんどんリアクション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 。認めてないぞ俺は。爆上げ戦隊ブンブンジャーが、日本いや世界中を爆上げることができることです。爆上げ戦隊ブンブンジャーがたくさんの人に愛される、そんな作品にしていきたいと思います。頑張ります。2004年6月16日生まれです。秋田県です。好きな食べ物はカニ、嫌いな食べ物は冷ややっこです。冷ややっこ。いや、味噌汁の豆腐食えんの。麻婆豆腐も食えんけど冷ややっこだけだから。おー、変なの。変なの。チャームポイントは、鼻です。横顔が、一番。おー、確かに綺麗ですからね。趣味は筋トレです。事務所でマネージャーさんがケーキを持ってきてくれて、チョコレートケーキなんですよ。 おめでとうって言われて、何がって。そうだね、急に最初ね、急に来たことだ。どういうことみたいな。そうっす、絶対おめでとうって。あ、なるほど。ね、確かに手があったか。じゃあ反省しないで。あとであとで。タイヤ人間？そこ。そこなんだ。そこなんだ。あんまねえな。あ、まあ今後後々です。後々後々後々。まだ後々いろいろあるんで。はい。街中を歩いてて、ブンブラックだって言ってもらえるようになりたいなと思います。小さい頃から憧れていたヒーローに本当になれたという喜びをかみしめながら。少しでも成長できるように頑張っていきたいと思います。そして皆さんに応援してもらえるような人間になれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、1996年10月23日です。お兄さんですね。やかましい。静岡県です。そうですね、好きな食べ物はハンバーグで、嫌いな食べ物はパクチーですね。チャームポイントはそうですね、やっぱスマイルですかね。趣味は僕フットサルですね。体動かすことが大好きです。いいですね。バックに向かって、あー絶対嘘やん。ほんとほんと。じゃあ防音のカラオケボックスみたいなところだったんですよね。そういう防音のだから、なんか喋っても大丈夫ってことだったんで。じゃあバックじゃなくて、なんで一回バック。やっぱその、事務所の方とかいたから。車やろ。一人じゃないんだ。あ、一人じゃないです。これ合ってる。いいね。お困りのようだね。ですかね。叶えたい願い事はそうですね、やっぱジャンボ宝くじ。ジャンボ宝くじ。高額当選。あ、はい、このキャストの皆さんと、スタッフの皆さん、そして今ね見てくださってる視聴者の皆さんと、みんなでこう素敵な作品になるよう、一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そうだね。そうですね、やっぱ冷ややっこ。冷ややっこね。そんなに、うん、その麻婆豆腐とかそこら辺食べれるけど、冷ややっこが食べれないっていうのは、その何が味せんやったって。うん。じゃあ味ってするじゃん、豆腐の味が。なんかします大豆の味。いや、大豆の味するけど、でも麻婆豆腐は、じゃあ麻婆がかき消してくれる。麻婆がかき消してくれる。そうそうそう。なんかこう、さらに上のやつが来ると大丈夫。わがままなんですよ。わがままなんですよ。そう、ここで下を下げとかないと。よくないよ、こぼすとばかり。いいね。オーディション合格時のリアクションもそれぞれバラエティー豊かだった。
でもケーキすごいね。ケーキすごい。ケーキ。ケーキいいな。ケーキいいな。え、しかも2人とも事務所で聞いたの。え、カラオケ？うん。あの、そういう、あの、あー、ボーイスがある。うん。俺、道路やね、電話が。道路？道路？道路か。でもまあ、なんかその一周回って逆にいいかもね、うん、その車ともかかってるし。じゃあ、ちょっと待って。無理やりすぎたから。でっかい声とか出せないもんね。出せないよ。ほんまですかってなんか小さい声で言って。確かに。だいぶリアルな声。だいぶリアルな声。確かに。じゃあその後スキップで帰ったでしょ。え、もうスキップどころじゃないの。スキップ。どっちなんだろう。スキップよりおもろいことがちょっと出てこない。出てこない。ごめんなさい。そういう時もある。僕は親にまだ言ってなくてですね。一番最初誰だったかなと思うんですけど、記憶が正しければ僕はあの鈴木福君に。一番最初に連絡をしたのかなと思ってます。面識あるの？あの前にそのジュノの取材で、あの雑誌の取材で一緒にお仕事をして、その時に連絡先を交換したんですけど、やっぱりあの福さんも福君もいろんな作品っていうか東映作品すごい好きなので、で前会った時に絶対東映の作品決めるからっていうことを言ったんで、達成したよっていうことを伝えて、はいって感じですね。この間どんなリアクション返ってきました？あ、おめでとうって言われて、で今度ご飯でも行こうって言って、この間ご飯に行って、その時にいろいろ話をしてっていう感じです。いろいろ教えてもらいました。アドバイス的なものが。そうですね、はい。どんなこと言われた？そうですね、とりあえずまずあのみんなに感謝を伝えることとか、あとは大変だとやっぱり大変だよっていうことでもめげずに頑張ってっていうことを教えてもらいました。僕ちょうど本当に同世代なのは特捜戦隊デカレンジャーです。あのエマージェンシーっていうあのおもちゃ両親に買ってもらってずっとそれで変身してましたし、兄弟ともヒーローごっこしよくしていました。なので僕の中での一番のヒーローは特捜戦隊デカレンジャーです。はい、そうですね、これちょっと正直なことを言うと、僕はスパイダーマンが一番好きなんですけど、クリスマスに父から何か欲しいものあるかって聞かれた時に、僕はスパイダーマンのマスクを見たって、写真見せてくれたね。あのカシャカシャ動くやつなんですけど、それ買ってもらって、あの19歳でそんなもの買ってもらうやつは多分いないって言われて。確かにいないかもな。そうですね、仮面ライダーとか戦隊でいくと、僕は、世代的にはゴーモンジャーとかですね、フィギュア持ってたりとかして、あと、なんでか分かんないですけど、激レンジャーの、ロボットのフィギュアを持って、それでずっと遊んでたりとか、仮面ライダーは僕、仮面ライダーオーズで秋田県出身の渡辺修さんがやってたので、それでよく見てたりしました、はい。そうですね、僕は僕の世代だと真剣じゃがやっぱかっこよかったですね。あとはなんだろうな、ダブルとか、はい、ダブルめっちゃ見てましたね。だからなんかその時はやっぱそのね、プレゼントで親から絵本もらったりとか、なんかそういうのしてこうすっごいいろいろやってたのをなんか思い出しますね。僕は情報屋なんですけど、まあ一般の世界に溶け込めるようにそのスーツを着てるんですけど、結構ね、俺いいよね衣装。いや、かっこいいよ、ね、しかも衣装これ毎回変わるんですよ。でそこもちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。僕は、まあ、いろんなものを調達してくる調達屋、呼ばれてるんですけども、まあ、この見ての通り素性が、まあ、謎なキャラクターではありますので、ちょっとまた多くは語れないんですけど、まあ、僕自身もそんなにまだ分かっていなくて実は。なので、まあ、視聴者の皆さんとこう一緒にこう進んでいく感じにはなりますかね。なので僕自身もすごい楽しみです。地域の人に愛される交番勤務の警察官で、真面目すぎるほど真面目なんですけども、ちょっとどこか抜けてるなんか一面もあって、そうですね、しかももともと警察官だった子供の頃から憧れていたヒーローに、なれる、そうですね、一般人からヒーローになるという、立場ですので、視聴者の皆さんも、ヒーローが好きな方は僕の、ブンブラックに何ですかね、感情移入できるというか、すごく、なんですかね、思うところがあるんじゃないかと思いますので、皆さんに愛されるように頑張ります。しっかりしてるよ、してるよ。コメント見てたらしっかりしてるよ。僕ら1から取り出しますよ。サトル君と全然合わない。
確かに。そうだね。謎なキャラクターさんって品質鬼没なんですよね。なのでまあみんなに合わないですね。そのうちもしかしたらね。そうですね。もしかしたら合うかもしれないですけど。今のところ、まあそうですね。なんかもう大体挨拶が久しぶりから。確かに。今日だってさ。今日久しぶり。今日もそうですね。みんな多分合ってると思うんですけど、僕だけ久しぶりですね。だからなんかそうなんですよ。まだ入ってる感がまだそこまで感じれてないっていうのは正直ありますね。だから合流するの楽しみですよね。だから毎回ね。だから今日は何をなんか話せるかなとか。そんなこと考えて。いつも考えてます朝。雪降ったやつかな。ああ撮影の時に雪が降り始めてすっげえ寒かったんですけど、スタッフさんもみんな雪にテンション上がって雪だるま作り始めて雪だるまがこうテーブルの上とかに乗っかってきてちょっと楽しかったですね。僕が演じる明太一郎は一見クールで近づきがたい印象を持たれるかもしれないんですけど、でもその分人一倍人に関心があって、ある意味それが優しさであったりもするので、そういう一面にも注目して、石郎という人物の物語が進むにつれて変化する感情、心情とかに注目して見ていただけたらなと思います。僕が演じるブンブラックアクセジョーは、警察官で真面目ですが、少しポンコツなところもある愛すべきキャラですので、皆さんも、テレビの前で何ですかね、応援してもらえたらなと思います。よろしくお願いします。まあ、ブンオレンジは僕自身も全然まだ分かっていませんがまあみんなと一緒にですね、少しずつこの現場というキャラクターの謎をね、解いていけたらと思いますし、ちょっと日々みんなと会うね、時間が少しずつ増えたらいいなと願って1年間頑張ります。よろしくお願いします。あ、いいですね。